日本長野県、上田市、手塚手塚は、長野県上田市の地名。上田電鉄別所線、舞田駅の南に位置する。北は、八木沢、舞田、中野、東は新町、東から南にかけては先山、西は山田、野草に接する。南部は、っ子山に連なる山地で、先山、野草にまたがってたくさん池が築造されている。そこから流れ出る、山側が、 先山との境界となっている。平地部分には、水田や集落が形成されている。山側を水源とする農業用水路の起点が、東町にあり、支度池や不動地といったため池を経て、塩田平を広く潤す。篠原の戦いで、斎藤佐根森を討ち取った、手塚三森伝承によると、奈良時代、塩焼き王が反乱を起こした罪で、品濃国へと流刑に処せられた。 しかし、当地においても、なお悪性をしき人々を苦しめたため、最後は、坂の上の田村丸によって撃たれた。塩焼き用の怨霊を恐れた人々は一体を切断し、両手をつかに埋葬した。これが、現在の王子塚であり、当庁の地名の起こ氷となったという。2019年8月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。 灌漑用水として山側やため池の水を利用した稲作のほか、江戸時代中期からは養産業が広まったが、昭和教皇や沢山池の築造を経て、戦後は水田へと転換し、県業農家が増えた。古くは内村街道が通り、沿道に集落が形成されていった。手塚、桜国際高校前、か内バス停留所があり、上田バス、塩田線。 新州の鎌倉シャトルバス、東塩電線が運行されている。別所温泉や塩田町駅、下野号駅、JR 上田駅方面へとつながっている。塩田の里交流館、特区館特区館前の小川に架か,かる駒の足形橋。残された馬の蹄めの跡は、手塚三森が出陣する際に着いたものだという。桜国際高等学校、ありがとうございます。